村人たちは五穀豊穣の狐神を待つ。米や野菜の作物を作る。もう暮らしと飛騨古川に古くから伝わるおとぎ話が今によみがえる夜に、その1ページを切り取ったような幻想的な雰囲気に町中が包まれる。それが狐火祭りです。狐火祭りの行列は古川の町を厳かに通り、その後祭り広場にて幻想的な結婚の儀が執り行われます。行列を見た人には五穀豊穣や家内安全、商売繁盛などの願いが叶えられるということもあり、毎年9月第4土曜日の祭り当日には沿道や広場には多くの人が集まります。狐の嫁入りを見た人には五穀豊穣、家内安全、商売繁盛などの願いが叶えられるそうです。
ナノモのウクライナに開催に指令を頼む。誠におめでとう。